こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回もみんなの常識力をアップさせることによって国語力をつけるっていう授業をやっていきたいと思います。国語の文章で出される難しいテーマそれぞれあるんだけど、それぞれのテーマに出される内容っていうのが最初から分かっちゃってたら、その文章がぐっと読みやすくなるよね。僕の授業ではそれぞれのテーマについて短く簡単にお話しすることによって、みんなにそのテーマが抱える問題点、作者の主張っていうのはどんなのがあるかってことを分かってもらえるようにします。今回話すテーマは日本人の特徴、いいとこ悪いとこについて話していきたいと思います。もちろん日本人って言ってもね、1億2000万人ぐらいいるんだからさ、日本人ってこんなんだよねみたいな感じで言うことはできないんだよね。例えば日本人が引っ込み思案で消極的だみたいな感じで言っちゃったとしたら、きっと日本人の中ではめちゃくちゃ積極的な人みたいなのもいるはずだよね。もしくは日本人ってものすごく真面目で我慢強くコツコツ物事に取り組むみたいな感じで言っちゃったら、きっと日本人の中にはすっごく不真面目で全然我慢強くない人だっているはずじゃんか。なので本当は日本人ってこうだよねみたいな言い方することにはすごく無理があるんだけれど、それでも日本人って日本人論みたいなのが好きなのよ。書かれてる本とかネットの文章ってさ、すっごいたくさんあるの。国語の文章を書いてる作者だってそういった日本人論みたいなのはもう全部常識として知ってんのよ。その上で自分の意見とか問題点とかを書いてるわけ。だからみんなの常識力っていうのも、日本人に関する常識力っていうのもレベルをアップさせておく必要があるんだよね。ではまず最初、日本人のいいところから言ってみようか。日本人は礼儀正しくてマナーが良くて綺麗好きみたいな感じで言われることが多いです。これは海外の試合でね、日本人のサポーターが日本チームを応援した後、スタジアムを掃除してから帰ったみたいなことが話題になって取り上げられたりしてます。他の国の人はあんまこんなことしないから、日本人がこういう行動したって言ったら称賛されることが多いんだよね。じゃあさ、なんで日本人はこういう行動するのかな。ゲーム観戦して結構疲れてるじゃん。でその後に自分の時間割いてめんどくさい掃除みたいなして、掃除って好きな人あんまいないじゃんか。で綺麗に掃除してから家に帰るってさ、自分疲れるでしょ。なんでそんなことするの。それは周りの人のことを考えてるからだよね。自分が散らかしたまま帰っちゃったらさ、そこって誰かが掃除するわけでしょ。その後にその人のことを思いやってる、もしくは次にそこの席に座って観戦する人のことを考えているのかもしんないよね。どっちにしたって自分とは関係のない人じゃんか。もう会うこともないような人たちだよね。その人たちのために自分の時間とか労力っていうのを犠牲にして掃除をするっていうのが日本人の行動の仕方なんだよね。もちろんこれはいい点なんだけど、じゃあなんで日本人がこういう行動をするようになったのか、こういう考え方を持つようになったのかっていうと、地理的な要因とか歴史的な要因っていうのもあるわけ。日本って基本的に江戸時代までは大部分の人が農民だったわけでしょ。農民の暮らし生活って言ったら引っ越しとかできないじゃん。だって自分の畑とか田んぼとかあるのに引っ越しできないじゃんか。その村で生まれたらその村で死ぬっていうのが普通だったわけ。生まれた時から死ぬまでもう周りの人って言ったら基本的に同じメンバーなわけよ。ずっと一緒に生活していくわけ。そこの中で大切なことは何か。それは自分を押し通すこととか自分が得することを探すことじゃないんだよね。周りの人のことを考えてみんなと仲良くやっていくってことが大切になってくるわけ。自分のことばっかり考えてさ、その1回とか2回は得するかもしんないけど、みんなから嫌われちゃったらどうなる。転校とかさ、引っ越しとかできないんでしょ。そこの中でずっと残りの人生暮らしていかないとダメなのよ。それってかなり怖くない？だから自分を抑えてでも周りの人に気を使う、周りの人と一緒に何か物事を進めていく協調性のある生き方っていうのが大切にされてきたんだよね。そういった日本人の自分のことよりも周りの人のことをよく考えるっていう生き方は、働く上でもすごい利点になっていることが多いの。
日本人はよく約束を守るとか、時間を守るとか、我慢強くコツコツ続けることができる、質の高い製品とかサービスを作り出すことができるっていうふうに言われてるんだけど、そういったこと全部ってさ、やっぱり自分を犠牲にしてでも周りの人のことを考える、周りの人のために何かしてあげるっていう気持ちがないとできないことだよね。時間を守る、約束を守る、これって自分にとっては大変なことだよね。でも相手のことを思ったらちゃんとやらないとダメなことじゃんか。仕事もさ、辛いし大変なこともきっとあるだろう。でもそれでもしっかりした製品とかサービスを作り出さないとお客さん困っちゃうよね。だから我慢強くコツコツ頑張るってことを続けるわけ。これによって生み出された製品、日本製のものって言ったら世界でもすごい評価高いよね。質が高くて壊れにくい頑丈だっていうふうに言われたり、日本のサービス、例えば飛行機とか電車とかバスとかがすっごい時間通りに動いているっていうのも外国人がびっくりする点でもあるわけ。僕が昔インド行った時ね、電車とか普通に5時間ぐらい遅れてたからね。でもそれでもまだ運がいい方で20時間ぐらい遅れる時もあるらしいのよ。こういうのって日本では普通ないじゃんか。日本では他のお客さんのために自分が一生懸命頑張ってできるだけいいサービスをするっていうのが当たり前になってるからね。じゃあさ、ここまで聞いて、あ、じゃあ日本人でやっぱ素晴らしいんだなとか、いいとこがあるんだなって、そういうふうに思っちゃうかもしれないんだけど、それじゃあ問題にならないのよ。実は日本人の抱える問題点っていうのが今どんどん大きくなっていってるんだよね。そこが出題されることが多いわけ。じゃあその日本人が抱える問題点って言ったら何か。それはいい点と反対なのよ。控えめで物事をはっきり言わないっていう部分。これは相手のこと思ったらそうだよね。自分のことガンガン言うよりも相手とか周りの行動とか考え方を汲み取って自分もそれに合わせて行動していく。これって協調性あるじゃんか。で、昔だったらこういったやり方で問題なかったのよ。でも今はそういったやり方では問題が出てくるっていうことがどんどん多くなってきてるわけ。その原因が国際化とかグローバル化って呼ばれることなんだよね。日本人が外国に行って生活したり働いたり、外国人が日本に来て働いたり生活したりっていうことがすごく多くなってきてるわけ。昔だったら日本の周りって海があるからさ、外国人との交流っていうのはもう限定的だったわけなんだよね。江戸時代は鎖国もしてたしね。でも今そういう時代じゃないでしょ。日本人が簡単に外国行ったり、外国人が簡単に日本に来たりってことができる世の中だよね。もう働く場所とかも日本に限らずいろんな外国で展開していってるみたいな企業がたくさんあります。外国にも日本人学校があったり、日本人が通うインターナショナルスクールみたいなのがあったりするんだよね。そういった時代だから日本人の今までのやり方では通用しなくなってきたんだよね。同じ村で生まれ育ったみんなと一緒にずっとやっていくんだったら、自分の意見をはっきり言うことっていうのは逆に良くなかったのよね。角が立ってさ、喧嘩になっちゃうかもしんないじゃん。うまく生活していくことができなくなっちゃうね。そもそも同じ環境でみんな育ってきてるから考え方が大きく異なるなんてことはないわけよ。それに自分も相手のことよくわかってるし、相手も自分のことよくわかってる。考え方も生活習慣も、まあ言葉も当たり前だけども、同じような人ばっかりが集まってるわけ。そういった中では、自分の意見を伝えたいときは、はっきり言うんじゃなくて、言葉以外の何かこう仕草であるとか表情であるとかね、言葉に含まれるニュアンスとかで相手に伝えるのがいいのよ。これはこれでかなり高度なコミュニケーション能力なんだけど、でもそのコミュニケーションのやり方って外国人には通じないじゃん。住んでる環境も考え方も言葉だって違うみたいな、そんな人に自分の仕草とか言葉の裏に隠されたニュアンスを感じ取ってくださいって、それ無理じゃんか。逆に日本人にしても外国人が何言いたいのかっていうのがあんまよくわかんないこと多いよね。そういう時に大切になってくるのが言葉でしっかり相手に伝える、そして相手の言葉をしっかり聞く、それが必要なのよ。外国人、例えばアメリカ人であれヨーロッパ人であれね、日本人よりも歴史的に近くにもう外国人がたくさんいる。近くに考え方も宗教も習慣も言葉すら違うみたいな人が周りにたくさんいるみたいな環境の中で生活してきたの。
だから考え方とか習慣とか宗教が違うのは当たり前だし、言葉によってコミュニケーションを交わすっていう技術が発達してきたんだよね。そういった人たちから日本人のコミュニケーションの取り方を見るとすごい不満があるわけ。自分が思っていることはっきり言わないし、曖昧だし、よくわからないみたいな風に思われちゃうの。日本人の本音と建前なんて外国人にしてみたらわかるわけないよね。建前でこういう風に言ってるんですけど、本音は後ろにありますみたいな、そんな外国人わかるわけないじゃんか。誤解されちゃうんだよね、そういうのって。こういった問題がどんどん大きくなってきてるわけ。日本人にしても、もう外国人とコミュニケーションの取り方とかは全く違うから、うまくやっていけないみたいな感じで思っちゃう日本人も多いわけ。だから外国に行っても日本人だけで固まっちゃうみたいな、そういうことも起きちゃうわけよね。昔の村だったら確かに自分たちの共同体だけでうまくやっていけたかもしれない。それと考え方が違う人たちは排除していったり仲間外れにしたらよかったのかもしれない。でも今の世の中っていうのは自分の考え方と違う人たちっていうのともうまく寛容の心を持ってやっていかなければならないっていう社会だよね。だから学校教育でもこういった部分が注目されてるわけ。以前の僕の動画、勉強をテーマにした授業でも話したと思うけど、これからの勉強っていうのはただ単に先生の話を聞いて理解して暗記してテストでいい点取る、それだけじゃダメだっていうふうに言われてるんだよね。授業でディベートしたりプレゼンテーションしたりってことを取り入れられてるよね。自分で考えて自分の意見っていうのをみんなに分かりやすく説明するっていうことが必要だっていうふうに学校が考えてるのよ。僕の話すテーマ一つ一つ話していくけれども、そのテーマって言ったらいろんなとこでつながってるんだよね。そのつながりが見えてくると国語の文章っていうのがさらによく分かってくるようになってくるからね。今回もこの日本人についての話を聞いた後だと、日本人について書かれた文章はもちろんのこと、日本人の作者が外国人を見たとき、外国の文化を見たときの驚きとか感動っていうのがすごくよく分かってくるようになると思います。なのでみんな早速国語の問題を解いてみてください。はい、では今回の授業はここまでにしたいと思います。役に立ったよって方はいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。次の授業はこちらからです。